はい。ではですね、15時10分になりましたので、次のセッションを開始させていただければと思います。でここではですね、ビジネスプロセス監視という、クラウド LM4 オペレーションズの一つのアプリケーションにフォーカスをして、ビジネスプロセスですね、業務の継続性を確保するためのソリューションとして、いくつかですね、機能や、あとは最新情報であったり、 また、少しですね、ビジネスプロセスというワードで、分析のツールになるんですけど、シグナビオというもので、いくつかコンポーネントがございますので、そことの比較というところも合わせてですね、ご紹介させていただきたいと思っております。富田と申します。お願いいたします。まずこちら、アジェンダになります。 ビジネスプロセスモニタリング、ビジネスプロセス監視というアプリケーションについて、概要と、その後ですね、ケイパビリティということで、いくつか機能についてご紹介をさせていただきます。そのあ最新機能ということで、直近2023年の Q4 でリリースされた機能と、あとですね、どこでそういう情報が確認できるのかというところ、ガイドも含めて、簡単にご紹介をさせていただきたいと思います。 えー、あとはですね、ビジネスプロセス監視の機能、まあ、先ほどのセッションでもありましたが、事前定義済みの KPI を監視するような、まあ、製品になっています。でえーまあ、その中でも、まあ、S4HANA であったり ERP システムの GoLive 時ですね、GoLive のタイミングで、えーまあ、有効化して監視するべき KPI ということで、えーまあ、一部例にはなりますが、簡単にご紹介をさせていただきたいと思います。 最後に、今申し上げましたが、補足情報ということで、類似ソリューションとの比較ということで、シグナビオの分析ツールと、どういった組み分けで使っていただくのかということで、用意しております。こちら、スライド、ちょっと英語で用意してますが、説明はあの日本語で細かくですね、追っていきたいと思いますので、ご了承いただければと思います。では、まず概要についてです。 先ほどのセッションでもありました、全体像ですね。クラウドエレマント4オペレーションズの全体像として、各種監視機能がございます。あの、起点としては、様々な監視対象のソリューションのログだったり、アラートだったり、情報を取得してきて、監視をすると。 その中でですね、設定した指揮を超えているものについてはアラートを出したりというこの一連の流れは基本的には変わりませんが、その中のですね、一つということでビジネスプロセス監視というソリューションがございます。このセッションでフォーカスするのはこれということになります。では、このビジネスプロセス監視のアプリケーションの特徴とメリットということで少しスライド用意をしております。 先ほどのセッションでも1枚スライドあったので、ちょっとあの概要は触れてたかと思いますが、昨今ですね、急速にクラウド化が進んでいるという中で、エンドツーエンドと呼ばれる一連の業務の中でも、その下で動いている、使われているシステムやサービスというのは様々に多岐にわたっているというような状況かと思います。 え、まあ、下でですね、様々なクラウドのソリューションが動いている中で、このアプリケーションでは、その、エンドツエンドのプロセス、ビジネスプロセスという視点で、それが、まあ、シームレスに行われているかというところの監視であったり、滞っている部分についてのアラートを取得して、え、まあ、あの、アクションを促すというような、まあ、ツールだと思っていただければ、良いのかなと。業務の継続性を確保するためのツールとなります。 またですね、このビジネスプロセスモニタリング中身としては、事前定義済みの KPI というもので、鑑賞していくものになりまして、プロセス実行中の異常であったり、またシンプルにその業務の処理量ですね、伝票数であったり、そういった KPI 定義されているものを確認していくというものになります。また、アラートに関連してですね、 改善のアクションを定義するということも可能ですので、まあそういったアクションをキックすることで、業務の中断を、なんて言いますか、警告を促して、中断を回避するというような、次のステップへ効率よく進めると、おいうために使っていただくソリューションになります。 では、その事前定義済みのコンテンツ、どういうものがあるのかということで、一部ですね、ご紹介をさせていただきます。このビジネスプロセス監視のアプリケーションの中では、プロセスとしてはですね、大きく3つの階層で管理をしています。エンドツエンドプロセス。その中でもう少し細かく定義されたサブエンドツエンドプロセスと。 その中にも、各ステップ単位になりますかね、プロセスということで、様々定義がされていて、これに紐づく形で定義された KPI というものを監視していきます。一例ですね、すみません、ちょっと文字小さいですが、一例として、例えば営業活動から受注につながり、売り上げが立つまでということで、リードトゥーキャッシュと。 いう一連のプロセス。これがエンドツーエンドプロセスとして定義されています。その中で少し細かくした単位でですね、オーダーゥーキャッシュということで、受注が入ってからそれが請求書消し込みまでというところですね、入金が入るところまでの会計伝票が立つところまでですかね、プロセスということで、オーダーゥーキャッシュプロセスというものがございます。 えーまあ、弊社の他のソリューションの中で、このオーダーというキャッシュというレベルで、えーまあ、エンドツエンドプロセスと呼んでいたりもするんですが、今回扱うこのビジネスプロセス監視のアプリケーションの中では、えーまあ、定義として、えー、ここはサブエンドツエンドプロセスという定義のされ方がされています。その中でも、おまあ、その顧客の受注をです、ね、管理するという 細かいステップだったり、そのほかですね、各ステップがある中で、それらに紐づいて KPI が定義されているとこういう関連性になってます。KPI としては、そうですね、未処理の販売伝票だったり、余震ブロックのある伝票だったりとこういうようなさまざまですね、業務視点で定義されたものがございます。 これらの KPI は大きく4つのカテゴリーに分かれております。スループット、リードタイム、バックログ、エクセプション、例外ということで4つカテゴリーされて、カテゴライズされております。スループットはそのままではあるんですが、特定の時間内で処理された伝票数であったり、明細数であったり、業務の量というところでですね、確認するような KPI になっております。 リードタイムは、まあ、それぞれの KPI ごとにはなりますが、ある起点、業務上のあるイベントから、特定のイベントまでの、まあ、処理時間、応答時間に関連するような、まあ、情報を収集する KPI となっています。バックログについては、まあ、予定日付までに完了されてないであったり、処理が、あ、されてないような、電票、明細などなどですね、についての KPI と。 とういうことで定義がされております例外、例外処理ですね、例外については、業務トランザクションの中で発生したエラーメッセージの数を収集して、またですね、そのエラーメッセージの中身まで見ていくというような、KPI となっております。 あの、事前定義済みの KPI、様々定義されているものありますが、この4つに分類される中でですね、どの業務プロセスに関連したものなのかとういうところでカテゴライズをされていて、使い方としてはですね、関連するプロセス視点で業務を監視するという流れになります。 実際のアプリケーションの流れに即してということで、ちょっとナビゲーションをですね、ここではスクリーンショットでお見せしたいと思いますが、クラウド LM アクセスをすると、先ほどもありました通りですね、ランチパッド開いてきますと。 えー、クラウド LM4 オペレーションズの中の一つ、一番左上になるかと思いますが、ビジネスプロセス監視というアプリケーションがございますので、こちらを選択すると。えー、そうしますとお、まずはですね、エンドツエンドプロセスを選ぶような画面が表示されてきます。えー、ここでは先ほどご紹介したリードトゥキャッシュ以外にもですね、大きく4つ定義されているものがございまして、 人事プロセスがが順番が違います、ね、調達プロセスですね、ソース・トゥ・ペイであったり、製品やサービスを設計してから運用していくまでということで、デザイン・トゥ・オペレートというプロセスであったり、また、ですね人事プロセス、リクルート・とリタイアということで、採用活動から退職するまでを各追って管理していくというようなプロセスで、ですね大きく4つのエンド・ツー・エンドプロセス、定義されております。 また、この概要の画面、下に少しですね、フェイバリットということでございますが、ユーザー単位でですね、関連するエンドツエンドプロセスや、その中でのプロセス、サーブエンドツエンドプロセスや、KPI などですね、コンテンツを登録していくことができます。自身に関連する KPI を確認するということができます。 クリックしていくと、その中でまたですね、サブエンドツエンドプロセスと申し上げました、いくつかのステップに分かれてですね、業務が表示されてくるということになります。でこの一つ前のエンドツエンドプロセスでもそうですし、ここのサブエンドツエンドプロセスに対してもそうではあるんですが、定義されているアラートですね、クリティカルなアラートや警告のアラート。 また、有効化されている KPI の数などなどですね、サマリーとして表示されてきます。その下に KPI ということで、いくつか表示がされてきていて、赤くなっている部分ですね、確認、要確認事項ということで、優先度高くですね、見ていただくというような流れで、業務プロセスを監視していただくことになります。 ある一つの KPI ですね、選択をしていくと、その詳細確認することができますし、伝票レベルでですね、どういった情報があるのかというところも確認が可能ですで。一部にはなるんですが、サポートされている監視対象のサービスですね、 と関連するドキュメントというところの紐付けでサポートされているものに関してはここの伝票番号の部分がです、ね、リンクになっていてその環境へジャンプするということもできるようになっていますあの残念ながらオンプレミスの環境とかです、ね、そういった機能サポートされていないんですが一部あるいはサクセスファクターズもです、ね、伝票によってはジャンプできるということになります また、こちらのですね歯車のボタンでですね、あれ少々お待ちくださいそうですね、えー、ここの詳細のグラフの部分の表示項目であったりいい、まああの、制限したり選択をしたりすることもできるようになっています。いわゆる分析系のです、ね、機能も一部サポートされているというものになります。 その他にもアラートと、アラート機能ということでですね、その業務の継続性を確保するというところが一つポイントになりますので、実際にリアルタイムで滞っている業務についてですね、アラートされる機能がございます。 えーえーまあ、そういったアラートが出ている KPI に関しては、ここにですね、えー、バーが出てきて、えーまあ、その詳細を確認するとこういうこともできますし、アクションというところからトリガーをして、えー、ま様、あ、々ですね、えー、それに対応するというようなアクションをキックすることもできます。えー、ここでは、えー、少しあの、 暗い画面のものにはなってしまうんですが、デモのビデオも用意しているので、簡単にご紹介をしていきたいと思います。流れとして、シナリオとしてはですね、えーま、架空の企業です。事、えーま、業内容というのはあまりあの関わってこないので、ここでは割愛しますが、えーま、サクセスファクターズを使って、えーま、ここでは採用の管理ということで、えーま、新規従業員の募集とその管理をするというシナリオで見ていきたいと思います。 そのですね、リクルートの部分にはなりますが、クラウド LM で管理をしていると多いうようなアーキテクチャ、簡単なアーキテクチャになります。ですね。登場人物3人書いておりますが、実際に一番左の人物はですね、 マネージャーディレクターということで、えーま、責任者だと思っていただければと思います。えー、真ん中のおアメリアさんですね。アメリアさんがリクルーターとして、えーまあ、空いているポジション、プロジェクトマネージャーのポジションに対してのお採用担当者であると。えー まあ、募集者、応募者ですね、数人いる中の、まあ、一人ということで、ペルソナとしてですね、ジャックさんと、こういうところを定義をしていますが、ジャックさんの採用が、まあ、滞りなく進むためのおプロセスということで、デモーショナリオになっています。ですね。で、アメリアはですね、リクルーターということで、責任者に、まあ、その採用の、 ま、担当者ですかね、になりますが、え、ペンディングされている、そのオファーが多くあるということを確認して、え、ま、ちょっと、リマインドメールを送るというようなアクションをしていきます。え、クラウド LM からですね、こちらも、あの、設定をする必要はございますが、アラート機能ですね、え、からで通知されたメールを見て、え、失礼しました。え、オファーレターが、 まあペンディング、止まっていると、返答がいただけてないとこういうことが分かったということで、クラウド LM を見ていきます。ここでは、すでに、あの、リクルートトゥリタイアのプロセスに飛ぶというところになりますが、フェイバリットですね、お気に入りの中で自身に関係するコンテンツをアメリアさんが登録をしているという状況です。 でクリティカルにアラートが出ているものがあるかと思いますので、そこを見ていくと。オファーレターペンディングですね、文字少し小さくて恐縮ですが、オファーレターペンディングというところに、今アラートが出ている敷地より大きくなっているということで、少し飛んでいくことになりますあ。ここですね、前日との比較というところも出てくるとういうものになっています。 でえーまあ、確認をしていくと、KPI の詳細の画面にですね、えー、ジャンプをしていくという中で、そのオファーレター、今回はあー、まあ、ユーザー7人ですね、処理されていないものが、あまあ、7つドキュメントが登録されている中で、ペンディングとなっているものがいくつかあるということで、確認をしていきます。 で、実際の日付と、まあ、その比較をしてですね、えー、何日言い過ぎているからペンィングでアラートをというようなアクションを、まあ、アラートの定義をですね、していたというものになりますで。先ほどスライドでもお見せしましたが、こちらですね、えー、アラートが出ているので確認をすると。 あの、いくつかですね、えー、表示されてきていますが、オファーレターのペンディングの部分に関連するものを確認をするということで、えーまあ、一番上に出てきているこちらですね、えー、見ていくと、まあ、その詳細が確認できるというものになります。で、えーまあ、クリティカルとお、まあ、警告というところでですね、指揮位置の定義というところもここでされています。 でアクションというところから、あこのシナリオではですね、えーすねえー、失礼しました、えー。このユーザーに対してリマインドのメールを送るというようなアクションをですね、キックをすると、トリガーをするということになります。この裏で事前にいくつかですね、設定をしなければいけない部分はもちろんあるんですが、まずはビジネスプロセス監視の まあ機能、使い方というところでですね、ユーザー視点でのデモのシナリオになっています。で、そのトリガーしたアクションがコンプリートになったというステータスがここでですね、変更されたという画面が見えてきます。その後ですね、まああの、 なんと言いますかあー、できものと言いますか、あのーえー、架空のシナリオになりますので、えーまあ、うまくいくようにしておりますが、ジャックからですね、ジャックさんから、えーまあ、いくつかこう、う何と言いますかあー、質問、疑問点に対して確認したいということで、アメリアさんに電話がかかってくると。まあ、これはあの先ほどのアクションで、リマインドのメールがあって、えーまあ、ジャックさんのおその後のアクションをですね、 促せたということで、アメリアからも回答があり、入社することに対してです、ね、意欲的になっていただいたというサクセスストーリーで、完了すると、すみません、ちょっともう取りますね、実際の画面でも、今、敷地設定していたもの、リフレッシュすると、ここがですね、敷、ま、地、あ、下回ったということで、処理されて進んでいったと。 こういうことが確認できます。まあ、あの、別のアラートは出ているようなものにはなってますが、あ一つですね、えー、解決をして、業務が、採用業務が進んだというようなシナリオになってます。えー、まあ、リマインドメールをいただいたあ新入社員も、お そちらのアクションを取ったアメリアもビジネスプロセスモニタリングでの成功体験を得たというような簡単なシナリオとして用意をしています。ですね、機能の使い方、流れというところでアラートからアクションをするところまで含めて実際の業務をリアルタイムに進める継続性を確保するというツールと。 ご理解いただけたのかなと思っております。続いて、新機能ということでいくつかご紹介をさせていただければと思います。まずは、ヘルプポータルのご案内になりますが、こちらですね。この後、資料はお渡しすることになっておりますので、リンクからご確認いただければと思います。アベイラブルに、新たにアベイラブルになった機能のリストというものが確認できるようになっています。 こちらのリンクからアクセスをしていただくと、ビジネスプロセス監視の機能、フィルタリングされた形でページ表示されてきますが、 え、ま、言語であったり、いくつかですね、変更することができますので、え、都度、このビジネスプロセスモニタリングだけではなくてですね、ヘルス監視であったり、例外監視であったり、統合予備例外監視であったり、様々なそのアプリケーションに関連する新機能、こちらから確認できるので、え、後ほどご確認いただければと思います。またですね、 S, S ユーザーでログインをしていただくと、そのサブスクリプション、サブスクライブということで、その現在、フィルターかかっている部分でのお新機能のリリースといいますか、更新があった際に、メールでえー通知を受け取るとこういうこともできますので、合わせてご確認いただければと思います。こちらのスライドですね、2023年の Q4 にリリースされた機能ということで、いくつか表示をしております。 一番上のものがですね、今、最新のものになりますが、新しくリリースされた機能として、データ収集ですね、KPI のデータ収集の監視機能というものがございます。実際にこちらはですね、ビジネスプロセスモニタリングに関連するものですが、見ていくのはヘルスモニタリングで見ていくような、ヘルス監視のツールで見ていくようなものになっています。 その, K そのクラウド LM の中で KPI としてですねビジネスプロセス監視で扱っている KPI に関連するデータ収集が正常に完了しているのかというところをですね確認できる機能を新たに10月末からですね使えるようになっております。そうですねこちらも少し実機で見ていければと思いますが。 今まではですね、ビジネスプロセス監視機能から、えー、設定の部分でですね、えー、この KPI 管理というところで有効化されているもの、非有効化されているものであったり、そのデータ収集のステータスというところは個々のものをですね、えー、一つ一つの KPI ごとに確認をするというような確認方法でした。 ただ、あの、10月からですね、リリースされた機能によって、このヘルス監視の中でですね、えーまあ、ヘルス監視なので様々なこう繋がっているソリューションを見えてきますが、えー、自身のこの、K、クラウド AVM のヘルス監視というところから、えー、中にですね、えー ビジネスプロセスモニタリング、ビジネスプロセス監視に関連する KPI コレクションステータスということで、データ収集のステータスを確認することができます。あの監視機能ということで、少しこう警告の出てるものが上に表示されてたりもしますが、それぞれですね、この KPI の ID や、その名前ですね、どういった KPI に関するデータの収集なのかと。 こういうところは一覧でですね、確認をするということができる機能になってます。あの、個々の KPI ごとに見るのであれば、ビジネスプロセスモニタリングから見るんですが、ヘルスモニタリングからもですね、確認ができるようになったというものになります。二つ目はですね、新たな KPI 追加されましたということで、BTP 上のソリューションですね、CRM 系の SAP c l o u d for Customer と いうソリューションにの監視においてですねえまあ定義されている KPI3 つほどリリースされたということになっております。それぞれがどういったものというところを一つ一つ追うようなことはしないですがえまあこういった形でつどつど必要と思われる KPI というものがですねリリースされてくるような形になってます。 また、こちらの KPI、その監視対象ソリューションとひまずく形で定義されてまして、この SAP Cloud4 Customer と接続設定をしていただくと、自動で有効化されて、すぐに確認できるような機能 KPI になっております。3つ目はですね URL パラメータということで、別のアプリケーションであったり、ソリューションから BP モンのビジネスプロセスモニタリングのお、まあ、アプリケーションにナビゲートするためのお、まあ、パラメータが使えるようになったということで、個別の KPI のお詳細ページまでですね、リンクをしていくことができるようになりましたとおいうような機能になってます。えー、もう一つですね、えーまあ、アクセス 権限の管理というようなもので Q3 のリリース機能にはなりますが一部ご紹介をさせていただければと思います今からご紹介するのはそのビジネスプロセス監視のデータですね KPI がユーザーごともしくはユーザーグループごとに表示・非表示アクセスの制御ができるという機能になってますですね このデモのシステムですと、既に有効化されておりますが、リクルートメントプロセスに関連する、人事系のプロセスに関連するデータや KPI 及びプロセスコンテンツですね、確認できるユーザーを制限するというような設定をしております。 この時点で、この2人のユーザーのみをですね、定義をしているということで、それ以外のユーザーからはですね、確認ができないということになります。一般のタブからグループ名とテキストを選択をしていただき、プロセスの範囲ですね、エンドツエンドプロセスとその下のサブプロセス、どちらのレベルでもですね、見る見れないというところを制御すると。 それを見ることができるユーザーというものを、このユーザーのタブでですね、定義をすると、データごとにそのアクセスの制御というところが可能になるという機能もございます。こちらも Q3 からリリースされた機能としてございますので、その、 部門ごとにですね見れるデータ、見れないデータというところも制御できるようになったというところで、一つご紹介になります。例えば、今の人事系のデータもそうですし、あとはですね特定の販売組織や会社行動に関連するようなデータ、グループ化をして制御するということも可能となっています。 続いて、スライドに戻りまして、KPI についてですね、少しご紹介をさせていただければと思います。ビジネスプロセス監視で、現在アベイラブルになっている KPI についてと、それを前段にお話しした後に、S4 と GoLive 時にですね、有効化して監視していただくことを推奨するような KPI の例ということで、一部ご紹介をさせていただきます。 あの、主にスループット系の KPI というお話にはなりますが、えー、そうですね、ご紹介をします。まず KPI リストということで、えー、スライド3枚にわたって記載をしています。それぞれですね、えーま、エンドツエンドプロセスに紐づくものとして KPI が定義されているというお話をさせていただきましたので、えー、そのレベルでですね、切り分けてスライドを用意しております。 あの、後ほど見ていただければと思いますが、リードトゥキャッシュというプロセスで、これだけの KPI が有効化されておりますまたですね、2023年に新たに有効になった、リリースされた KPI については、少しですね、印もつけているというところをご確認いただければと思います。ソーストゥペイ、調達系のソース、 トゥーペイというプロセスやデザイントゥオペレートというプロセスについても KPI ございます。一部ではありますが、表示をしております。先ほどのスライドも同様ではありますが、その監視対象システムサービスと、クラウドサービスというところはですね、右下に記載をしておりますので、関連するものということで押さえていただければと思います。 また、あの、先ほどのトピックの中でですね、KPI いくつかリリースされましたというお話をさせていただきましたが、まずこのクラウド LM、SARS のソリューションですので、日々ですね、今日、機能がアップデートされていくと、リリースされていくということになっています。 なので、えーまあ、現在の利用可能な KPI 等はですね、またあのウェブのガイドの方でご確認いただく必要がございますので、最新情報はですね、リンク載せておりますので、こちらからもご確認いただければと思います。はい、えー、そうですね、人事プロセス、リクルート・リタイアというプロセスの KPI もございますと。 簡単にリストの紹介ではありましたが、続いて、本稼働時にですね、ハイパーケア期間中に有効化していただくのが良いのではないかということで推奨させていただく KPI について、簡単にご紹介になります。例としてですね、S4HANA のオーダー・とキャッシュというプロセスで表示をしています。本稼働直後と というのは、特にスループットに関する KPI ですね。有効化をしてモニタリングしていただくのがいいのではないかと思っております。スループットというのは、繰り返しにはなりますが、登録されている伝票数であったり、作成オブジェクトの数というところで監視するような KPI 定義になっておりますので、 実際にはですね、えーまあ、その主要となる伝票に関するその処理数というところを確認していただくことで、えー、GoLive 後の業務が実際にその想定通りのボリュームで行われているのかといったところをですね、確認いただくことができるかなと思っております。本スライドで、えーまあ、オレンジ色で囲んでいる部分ということにはなりますが、 えまあ一部で,ですね、ご紹介となります。で、この後、少し比較ということで、分析系のソリューションについても触れさせていただくんですが、こういったですね、スループット系の情報というところは、あ,あくまで監視をしていくような KPI かなと思っておりますので、このビジネスプロセス監視の機能で見ていただくところですね、 一旦は推奨となるのかなと思っております。分析系のソリューションはまた、あの、月単位であったり、四半期単位であったり、ある程度、こう、ボリュームのあるデータをもとに、傾向分析したり、ボトルネックを特定したりというような用途で使っていただくような、あ、住み分けかなと思っております。リアルタイムで、ごライブ時に、その処理、処理量とかでですね、監視していただくために、ビジネスプロセス監視も、 KPI 有効化して見てて見いただければと思っておりますまたですね、本稼働後、例えば初回の月次処理等ですね行った後に関しては、バックログ系の KPI ということで、想定外に滞留している伝票数であったり、またキャンセルされている処理といったところについても確認いただくのがいいのかなとは思っておりますが、それらを通じてですね、 えー、ま、あの、弊社からサ,サービスという形でごライブ時にですね、えーまあ、どういった KPI を有効化した方がいいのかとか、あまあ、アドバイスもできるかなと思っておりますので、えー、都度ご相談をいただければと思っております。 はい、ではですね、最後に補足情報となりますが、ビジネスプロセスの監視分析という目的で使用されるような類似のソリューションとの墨分け比較というところについてご紹介をさせていただければと思います。大きく3つですね、ソリューションを取り上げていきたいと思います。今ご説明をしてきたビジネスプロセス監視と、 シグナビオのソリューション、弊社の提供させていただいている SAP シグナビオプロセスインサイツという分析系のソリューション。もう一つが SAP シグナビオプロセスインテリジェンスというソリューションがございまして、これら3つですね、製品の住み分けをご理解いただきたいと思い、ご用意をしております。 まずはその製品のルーツが何なのかという視点で、えーまあ、ビジネスプロセスモニタリング、ビジネスプロセス監視と、えー、シグナビオプロセスインテリ、失礼しました。シグナビオプロセスインサイツですね。えー、ご紹介をしていきたいと思います。えー、基本的にはあの、先ほどまでの説明と重複するものにはなりますが、えー、各業務プロセスに対して提供されている事前定義済みの KPI を監視をすると。 おいうようなツールになっています。監視分析をするというツールになっています。これら二つのソリューションはですね、もともと SAP ソリューションマネージャーの BPO ですね、ビジネスプロセスオペレーションという機能のから派生している二つのソリューションとなっています。何が違うのかといいますと、プロセスインサイツにす。 ビジネスプロセスオペレーション BPO の監視系の機能がクラウド ALM に、分析系の機能がプロセスインサイツに今派生をしていっていると思っていただければ問題ないです。裏で動いているロジックとしては、ソルマン BPO のときと同じですね TBI レポートというものが実行されていることになります。 また、このプロセスインサイツ、フォーカスをして取り上げることは本セッションではしませんが、この接続設定ですね、クラウド LM の接続と、設定のタスクといいますか作業がかなり似通った部分がございます。S4HANA でどういった設定処理をするのかであったり、その前提となるノートの適用であったり、かなり同じようなものになっていて、 プロセスインサイツはですね、クラウド ALM のそのフレームワーク、データ転送であったり、接続のフレームワークを使ってデータを取得し分析をするというようなソリューションになっています。そういった意味でかなりこう、似通った製品にはなっています。ただ、その、使用の目的というところが大きく異なっていて、何度も申し上げてますが、監視、業務の監視はクラウド ALM のビジネスプロセス監視という機能で、 業務の分析、ある程度のデータ量をもとに傾向分析、ボトルネックの分析であったり、その先でですね、業務プロセスの改善へとつなげるための、その気づきを得るといった意味で、情報を得るといった意味で使われるのがプロセスインサイズと思っていただければよいかなというところです。 個々の伝票単位で継続性を確保するのか、全体として分析をするのかという違いがございます。もう一つですね、プロセスインテリジェンスと、名前が少し似てますが、プロセスインテリジェンスというソリューションもございます。こちらは、こちらもですね分析系のツールになっていますので、同じようにある程度ボリュームのあるデータをですね分析をしていくということにはなります。 えそうですね。プロセスマイニングと呼ばれるような領域になりますが、業務のフローを可視化したり、その想定通りにプロセスが流れているのかといったこと、フィット,ギャッ,プフィットギャップ分析であったり、またですね、コンプライアンス違反を特定するということであったり、ダッシュボードを作っていくようなツールになっています。 プロセスインサイツ、先ほどのプロセスインサイツは、古くから使っていただいているソルマン BPO から発生したものと申し上げましたが、このプロセスインテリジェンスは、ルーツとしてはですね、弊社 SAP が数年前に買収したシグナビオ社のソリューションというものになってますので、その裏で動いているロジックであったり、かなり違うというところをご理解いただけるのかなと思っております。 機能として大きく異なる点ですね。同じ分析ソリューションのプロセスインサイツとかなり異なる、あ、そうですね。ルーツはシグナビオですというご紹介ですねで。プロセスインサイツはあくまで分析対象となるソリューション、監視対象となるソリューションが決まっている中で定義されたプロセスについて定義された KPI を監視するのがプロセスインサイツになりますが、 このプロセスインテリジェンスに関しては、その ERP や CRM 等ですね、システム上にログとして業務が記されているような製品に関しては、分析可能ということになります。かなり柔軟に詳細な分析ができるようなソリューションとなっています。一方で、その可視化分析まではですね、かなりこう、データ接続、 接続とデータ管理の部分と、変換スクリプトを組んで可視化をするまでのですね、ステップというところがかなりこうリソース期間かかるものになってますので、メリット、デメリットはあるものの、ありますという話ですね、柔軟な詳細分析ができるものの、そこに対してですね、リソースを必要とするという製品になってます。 現在は、そのアクセラレーターという形で、ま、様々ですね。え、それを簡略化するために、ま、事前提義済みのといいますか、変換スクリプトであったり、その KPI であったり、ま、テンプレートとしてリリースされつつあるので、それを使っていただくと、 その枠組みの中でのプロセスの分析というところは、ある程度簡易的にスタートできるようになっているんですが、それでもですね、プロセスインサイツおよびビジネスプロセス監視とはですね、導入のハードルというところは少し異なるのかな、高いのかなというふうに思っております。あの、プロセスインサイツは、プラグプレイというような ワードで押し出されてたりするんですが、簡単な接続設定をすると、定義された KPI かなりシンプルにすぐに確認することができるという、迅速さというところも一つ強みになっています。お客様のそのプロセス分析の ベストプラクティスではないですが、あまあ、ステップとしてです、ね、プロセスインサイツから入って、えーまあ、業務分析していく中で、より詳細,な分析をする詳細な分析をするためにプロセスインテリジェンスを使っていただくというような流れになるのがあ、まあ、一般的なユースケースかなと思っております。えー、少しです、ねえー、クラウド LM と離れたところ、脱線したところで、えー 長くご説明をさせていただきましたが、ビジネスプロセスを対象としたソリューションということで、監視ツール、分析ツールの比較というところのサマリースライドになります。一番左がクラウド LM の今回フォーカスをした業務、ビジネスプロセス監視ですね。真ん中がプロセスインサイツ、右側がプロセスインテリジェンスとなっております。 その目的であったり、ターゲットのシステム、スコープなどですね、表にしたものになっております。それぞれ特徴がありまして、メリット、デメリットも,もちろんございますが、一点大きく押さえていただきたいのは、やはりこちら、ビジネスプロセス監視は、あくまで継続、業務の継続性を担保するための監視機能となっていて、右二つはですね、分析機能というところは、大きく進み分けで違う部分と。 ななるかなと思っておりますその他ですね、ターゲットシステム、クラウド LM の監視対象となるターゲットシステムは、まあ、続々と増えておりますが、まあ、それでもですね、その多くがと言いますか、SAP の製品ということで、サポートされているもの。プロセスインサイツは SAPECC と S4HANA。 あとはですね、直近で SAP Ariba のプロセスも監視できるようにはなりましたが、現時点でその3つだけがですね、分析対象として扱えると。プロセスインテリジェンスはリソースかかるものの、プロセスマイニングという形でデータが残されていればですね、可視化ができるというソリューションということで、その簡易さと、 えー、なんて言いま,すか導入までの簡易さと、表示できる情報の複雑さというところで、えーまあ、比較、すみ分けとなっております。そうですね。えー、あとはあ、まあ、スタートまでの時間というところが一つあるのかなと思いますが、えー、クラウド LM とおープロセスインサイツはかなりですね、えーまあ、簡易的なあ接続設定でデータが見れるようになるものになります。えーまあ あの、KPI もですね、ツールの中で有効か無効かということで、簡単にあの、マウス操作で設定ができたりしますが、こちらのプロセスインテリジェンスは、ま、あの、変換スクリプトを組んで、ま、SQL になるんですが、えま、クエリ回して、データを可視化するというような、ようなところでですね、えま、かなりリソースがかかるとういうことになっています。 そうですね。また、後ほど資料を配布させていただくのでそちらでもご確認いただければいいのかなと思っておりますということで本日、このセッションで用意してきた内容は以上となります。